コルベール・ジャンバティスト・コルベールは17世紀のブルボン朝フランスの政治家、ルイ14世の財務総監を長年務めた。国債は厄介者で、金利生活者はパラサイトであると述べ、1661年と1664年に債務の管理をざっくりカットした。債権者側とおぼしき者に容赦なく罰金を課して債権や担保を受け負い人に徴収させた。 法定金利の引き下げも行っている。1619年、ランスにスコットランド系の家柄と伝えられるラシャ商人の家に生まれる。20歳の頃から政府関係で働き始め陸軍大臣、ミシェルルテリエに仕え、1648年にマリーシャロンと結婚して莫大な持参金を獲得した。同年、フロンドの乱が勃発し、ルイ14世が国外に一時脱出。 1651年からあるい14世の最相ジュール・マザランに使え財政管理を任され、1661年にマザランが死去するとるい14世新政下の財務担当となり、財務卿ニコラ・フーケの失脚によって実権を掌握。1664年に財務総監に就任すると、以後20年以上にわたって、フランス絶対主義時代の財務を担当。 陸軍大臣、ミシェルルテリエ、外務大臣、ユーグドリオンヌと並ぶルイ14世の側近となった。六百六十九年に海軍大臣も兼任し、ミシェルルテリエの息子で、陸軍大臣、フランソワ・ミシェルルテリエと対立した。対抗のため一族を重要なポストに着かせて、派閥を結成。弟シャルルは、クロワシー公爵に、助爵、六百七十九年に、 外務大臣に就任した。老いのニコラデマレも財務府に勤務させ、自らも海軍大臣の他に建築総監など様々な役職を兼任して内政の重要な役割を担うようになっていった。コルベールは風景の失脚後から財政再建に取り掛かり、政府と癒着していた金融業者を摘発、赤字解消に尽くした。 1681年に煩雑な間接税を整理して特定の個人の一括請負い契約とする徴税請負い制を確立直接税の軽減につなげた。しかしこれだけでは不足のため重症主義的な観点から金銀の保有を重視国家主導で様々な工業を起こすことを計画した。外国からの労働者の移入を禁じたり輸入品への関税を重くするなど 保護主義的な政策をとり、反対に産業の発達と輸出を奨励。パリのゴブラン工場をはじめマニファクチュアの設立、保護や外国人技術者の招聘と技術の発達、国内の道路整備、運河開拓とタペストリーガラス、織物、陶磁器など写真物の製造に力を尽くした。一方でフランス東インド会社だけでなく、フランス西インド会社、ルバン会社、セネガル会社、 国宝会社などの直居会社を設立して、フランス市場開拓及び、植民政策を推進。17世紀前半に発見され、細々と植民拠点が維持されていたケベックに初めて、大規模な植民団を派遣し、フランス領ルージアナにも植民を促した。貿易船の防衛のため海軍の強化もいった。こうした一連の政策は、コルベルティスムと後年呼び習わされるようになる。 重症主義政策の一環として、商事王令を制定した。この直令は、基礎の中心人物であるジャック・サバリの名をとって、サバリ法典とも呼ばれる。商事王令は、世界初の成分法の商法とも言われており、近代的な商法の原型となり、その後の商法で、商業帳簿が制度化された。パリ天文台やガルニエーグー、科学アカデミーの設立にも関わり、シャルルペローや、 シャルルルブランなど文化人や科学者を援助するなど文化面でも影響を与えた。こうした施策はルイ14世のイメージ作りという面もあり、ルイ14世を称えるために彼をモデルとした芸術品の制作を奨励、彫刻、絵画が作られ、ルイ14世を芸術の非語者とする評判の剣伝に尽くし、フランス文化の向上、発展にもつながった。財務相関時代に、 早朝5時半から勤勉活動意欲に執務をこなし、宮廷においては大理石の人とあだなされた。また、ルイ14世の長妃ルイーズド・ラバリエールが1671年に修道院に出本した際には、彼女の説得役を買って出て宮廷へ連れ帰ることに成功している。百八十三年、十四歳で死去。同名の息子ジャンバティスト・コルベールは、 セニュレー公に助釈、父と、同じく海軍大臣に就任した。また、やはり同盟のオイジャンは、トロシー公に、助釈、外務大臣として、ルイ14世に仕えた。ジーン、バティスト・コルベール・フレンチ・ステートマン・インスイクロープディア、ブリタニカ、ハット・アール、ジェイ・ハミルトン、パブリック・デッド、アメリカン・エコノミック・レビュー、ボリューム37、1947。 P121 柴田 P202 P206 アラジカ1997ピアニッシモ45から48ワーク P71 P83 ありがとうございます